こんにちは。はい、じいちゃんはんです。はい、引き続き、JK です。かっちゃんです。どうもー。はい、もう一個はね、今ね、アシスのカメラマンとして今、逃げました。逃げました。もう、味比べにはね、前回ですっげー鼻折れてますもんね。飲み物で言ったらあなたも大概やで、前回の記録は。もうね、最悪。でもまあ、ウーロン茶とは間違えんで、俺。今回さ、JK も来てくれて、まあ、JK と2人で、まあ、進行していきたいと思います。今もこれからもまた、味比べ。これ、D プラスっていうね。D プライスや。D プライスか。の、マイルコーヒーの微糖。これ、見たことないんですよ、僕もこれ。見たことないんですよ。これ。ほんで、次、僕が、の、これ、ネタ、ファイヤーか。引き立て微糖さんね、直火仕上げ、美味しそうやね。はい、次、UCC ブレンドコーヒー、これ UCC のね、見えるかな。で、次はワンダーさん、これ好き、ワンダー金の微糖ね、金の微糖。はいよ、 JK さんも言ってください。ジョージアジョージアの微糖コーヒー、微糖です。今日はね、全部微糖ですから。次、それ。あ、それも、ネタ。プレミアム。D プラスだったっけ？プライス。です。の。これはなんだ？微糖だ。微糖です。ね、ちょっと緊張しますからね、JK さんは。ちょっとね。読めんのやつ。え？字が小さくてよ、見えへんねんわ。そう、じゃあ横文字読めよ、めんね。はい、そういうことで、どうですか、むいくん、これで。まあ、微糖だけで味比べ、自信のほどはないよ。あるわけねえやん、こんなの。どれか一個ぐらい当ててほしいね、でも。お茶で合えんのに、こんなミルクの入って砂糖入ったやつか、わかるか。どう、JK。無理。はっきり言うね、JK。コーヒーは全部一緒やと思って。俺も一緒と思ってる。僕もそうです。甘ければ大丈夫。そう。じゃあね、コップに一個ずつね、入れていきたいと思います。よく振ってね。分からんけど、よく。分からんね。あ、これさ、むいくん、全部色違うぞ。結構違うね。でも、すごい色違うのよ。なあ。こんな違うんだ、コーヒー。俺も初めて知った、こんなに色が違うなんて。すごいね、ほら、あ、本当だ、結構微糖でも色が違うんだね。へえ、これは先に味見して。あ、そうやね、味見しようか。じゃあ少し、まずこれね、 D プライス。うん、はちゃま水っぽいな。ああ、やっぱり安いだけあって、あれなのか。安いって言うなよ、みんな。ほんで、あれでなんだ。次、25円やぞ。次、これファイヤー。あ、ファイヤー、引き立て微糖、うまい。え、もうすでにわからん。俺もわかんない。そうよ、一緒ですか。はい、UCC UCC、ブレンデッドコーヒー、微糖。全部一緒。唯一、多分俺これは自信があるかもしれない、あー、はい、一緒一緒。あ、もう最初の味を忘れた。もう忘れとる俺。一個ずつ更新されてく、味が。あ、これ一番独特。ワンダー金の微糖ゴールド、うん、なあ、うん、これ一番独特な味するな。独特な味する。おー、ちょっとこってりって感じ。うん、コーヒーのこってり味って感じ。一番これが分かるかもしれんってやつ。なんかしっかりコーヒーの味が分かる感じか。うん、あ、これすごい豆強い。ジョージア、あのグラン、今ここまで来て一番うまい。あ、へえ、なあ、うん、コーヒー、ここの中では一番うまい。最後にストーン落ちたり。あ、うん、これ奈落の里に失礼やろ。落とされます。だってディープライスで両サイド囲んでんだもん。分からんか。
多分これこれだけはいけそういけんかな俺分からんこれ無理無理今回は絶対無理今回は負け戦のようです全然分かんねえな全然分かんないじゃあ目隠しアシスタントはもう渡すのはムイ君でお願いしますねんああ渡すうんコーヒー渡すのはやるよ、うん、じゃあ JK どっち行くどっち行くピンクかピンクオッケーあーこれはやべえなちょっとやべえぞつけづら文句言うなちょっと耳が耳が本当にもうちょっと耳いやそのままつけるとさめんどくさいはいオッケーどう見える？オッケー見え絶対見えんそれ下から見えるんじゃねえのお前見えるかもあでも押されすぎてあ本当オッケー何も見えんだろうなと思うこれ何これ何見えるしかないじゃあ僕ももうかぶっていい？はい。じゃあ、あ何も見えない本当に嫌だなこれ。はい。じゃあ、はい、1番目この子行きましょうか。その子。はいじゃあ俺から行くか。かっちゃんからお願いします。はい。はい、あこれはわかります。おおじゃあはい。はい、同じものを飲んでくださいどこにあるこっち俺かもうちょっと手伸ばしてなこれ紙に書いた方がいいかな分からん俺は多分はこれじゃないかなと思うどこにあはいあごめんなさい分かんねじゃあどうする答え合わせいっちゃううんまず一個ずつ答え合わせしますじゃあ答えをせーのでどじゃあお願いしますせーの3プライス3 6のやつ6 6番最後に飲んだやつと3番のやつ、はい、答えは3番 UCC ですあそうだすげえなお前さすがにわかるよ嘘やばいな俺わからんなんかかんかん次行こう全然わかんねえ俺じゃあ次はいまずかっちゃんからいきますこれは、はい、分かったような気がするあこれね、はい、で番号が覚えてそう番号が覚えてねえんて俺あのねこれねあのあれあれジョージアジョージアじゃない方ジョージアの隣か5番か私5 5か4か5のどっかのあってたんやこれうめえってやつうまいってやつ何やったっけこれこれうんとねうまいって言ったの多分ワンダーかジョージアあたりだと思うワンダーかワンダーファイヤーかワンダーみたいあワンダーでいいや5ワンダーが4番、うん、ジョージアが5番うんだけどうんよろしいですかどっちファイナルアンサー5はいそれでは答えは一番ディープライス本当に本当にえやばくね俺たちそんな気がしなかったマジもう一回飲んでみますかうんもう一回これ一番のやつよそうそんなはい全然わかんねうんわかんねお前がや一個当たっとるもん確かにこれ6個もいらんぞ分からん本当なら4つぐらいに選定するつもりだったからねお口直しよろしいですかはいもういいっす重大なんでもいいもうじゃあ次いきますはいあこれをファイヤーわかんねーファイヤーかジョージアやねんか俺ジョージア2おお。ジョージアのあったやんジョージア2ジョージアだとこっちベタのこっちの、うん、5番だね、うん、ジョージアグランビト2番ファイヤー引き立てビトおおあーそっか俺ジョージアだと思うジョージア
答えは5番ジョージアカシス。わからんな。よし、マジか、やったね。あーこれで1対1 1対1。え、もうわからん。もうあと全く分かってない俺もう。え、もう出た番号すら覚えてないんだけど。まああとはさ適当に感じた状況でいいんだよ。あー、じゃあ次はこっち行ってみようかな。どっち行く？番号言って先に答え合わせしちゃいます。はい、横横横横。おた。はい、これ6番でいく。2。あ、6。お前今音楽聞いたよ音。マジだよそれ。いやいやいや、あの、分かった分かった。お前俺のパクリやろ。これ多分6や。666、うん、お、ここで来て意見が初めて入ったのよ。いや違う、 JK が俺をパクってるから。音やぞ今の。シュックルックルってあのどこのドイツがよ変な音立てた。そこカットすれば大丈夫。カット言うなよ。カットしていけ、つなげたら6。ファイナルアンサー俺6。666、うん、ちなみに何かこれだっていうその6番っていう当てはあるんですか？違う、さっきのねってあの5番、うん、飲んだ後にすごい薄っぽく感じるんやって、水っぽく、うん、あで、その水っぽいって言ったら両端ぐらいかなと思ったんだ。あ、で、1番が出たから消去法で。そう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 。あー、なるほど、うん、それでは答え合わせいきましょうか、うん、はい、答えは6番。イエーイ。お前俺のパクってるじゃん答え。だから そういうこと言うとカットできなくなる。さあ、よし、2対2か。JK に2対2か。今何、どのぐらい進んだ？今4分、あ、じゃあ6分の4終わった。あと2つ。あと2つや。あと2つ。え、もう何が出た？あと何があります？コーヒー。番号。それ言ったらいかんやろが、お前。あと何がある？あ、その番号は言ってよ。同じペースで。あ、違う。ん？まあ、あと2つなんやろ、その番号が。うん。手でやる、黙って。あー。ハンドサインで。そう、ハンドサインで行こう。まあ、じゃあメーカーだけ答えますか、うんうん、コーヒーだったらジョージアとか、ああいうあの、うん、ワンダと、うん、ワンダの金の微糖ゴールドと、うん、ファイヤー引き立て微糖が残ってる。え、わかんない、何番だ。何番だ、そこで当てる数字ゲームじゃないよ。よし、いいや。OK。 うん、お、うん、で、次のやつちょうだい。ん？先にハンドサインやらなくていい？ん？いや、ほんで渡して番号言って、うん、さっきのワンダーはどっちっていうの言うわ。ああ、一番最初に飲んだのはどっちです、うん、なん、どっちですかみたいな。全然わかんない。俺今自信たっぷりだと思ったのに。え？うん、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 さあ、さっきの、うん、何やった、ジョージアのワンダとファイヤーだね、うん、ワンダとファイヤーで、ワンダが何番？ワンダが4、うんうん、ファイヤーが2番。じゃあ2と4だったね。2と 4さ、じゃあ最初に飲んでいただいたのは2番、うん、あのファイヤーかワンダか。おー、俺答え出したよ。出しました。うん、お二人ともまさかこうなるとはね。ここで俺らマスク取ろうか。オッケー。じゃあ取ってもらいますか。じゃじゃん。おーおーおおおお。嘘、味音痴やな俺たち。味音痴でしょ俺。いや、いえ、お前てっきりニヤと思っとった俺。これ自信あるよ。これ自信ある。じゃあ答えは、じゃあ答え、ワンダ金の人、あ、4番です。おー、イエーイ。これ、これは分かった。これ分かった。味が濃い。なんかさら、なんか水っぽさ、うん、水っぽいんだけど、うん、なんつ、豆感がすごいんやって。あ、そっか。おー、うん、いや、の、前の何か違ったけど。あの、あ、そうか、水っぽさ、うん、水っぽさや水っぽさやねん。なんだけど、うん、飲んだ後の豆の香りがすげえんやって。へぇ、そうそうそう、したしたした。この4番、豆の香りがした。これやろ。ね、うん、これ全然いいぞ。飲みやすいし、そんなに本当に
目隠ししても分かる美味しさ。豆の香りが一番きつかった、これが。うん、これもうまいって感じ。これとこれが本当、この三者、この三つすげえわ。あー、うん、これがめっちゃ美味しく感じないって。違う、すごい俺たち貧乏人に口に合ってる。合う。うん。六番。うん。でもこれはこれと2番やろ、これやろ。うん。4番2番で最後。これはもう全然やってみよう。ほんと違うんや、味が。おお。これはもうはっきりしたな。どんだけ飲んどってもこれとこれの区別はできる。ああ。じゃあある意味順番的には正解だったか。でも何、引き分け？引き分け。でも思ったのはどれも美味しい。そう。どれも美味しい。みんな美味しかった。うん。これバカにしてごめんね。プライスさん。そう。ディープライスの。ディープライスさんごめんね。美味しかったこれ。安い割とか。この辺と間違えたよ。うん。ただこれとこれだけがもうインパクトすごい。へえ。うん。へえ、俺初めて知った。楽しいでしょ、この飲み比べってか味比べ。これはね、衝撃があるね。改めてわかるね。うん、もう最後はずいしか見えない。もうはずい。やばいな。舐めてかかったら外しまくって。誰でもできないのコーヒーくれって言ってムイ君は言ってたの、店の中で。言わへん言わへん。俺が言ってた。ね、コーヒーくれわかるだろって言ってたら全然わかんない。マジウケるこれ。